はいどうもみなさんこんにちはえー、っとですね今日は一人ビブリオバトルということで、えー、他者の靴を履くアナーキックエンパシーの勧め第4回でございますブレイディミカコさん2021年、えー、文言春秋から出ている本でございますえー、っとですね、まあ前回 今回はあの、平野圭一郎さんの文人主義みたいな話であったりとか、うん、まあそれがそのエンパシーを、ね、働かせるために利用できるようみたいな話をしたりしました。と今回はまたあのサッチャーが出てくるんですよね。えー、マガレット・サッチャー。えー、であの、サッチャーの有名な言葉の一つにあの、社会などというものはないっていう言葉がありまして、 There is no such things as society. って言ったんですよ。で、これね、すごく面白くて、でこのね言葉って今、再注目されてて、それ何かっていうと、ボリス・ジョンソン、えー、と今のイギリスの首相ね。で、えー、とあの人が、そのどちらかというとその、サッチャー的な新自由主義寄りの人なんですよね。どっちかというと。えー、で、なんだけど、えー、彼と、 でそのイギリスでその2020年に初期イギリスって集団免疫政策をとってて <laughs> つまりその <laughs> みんながそのコロナにかかって、まあ、スウェーデンとかもそうだったけどあの集団免疫を獲得しようっていう方向に近いだから規制とかをあんましなかったのがイギリスだったんですよ。 で、まあ、その背景にはそのコロナっていうものをちょっと甘く見ているというかそういう部分もあってねでそんな単純なもんじゃないですよそのコロナは本当にね一番危険なものなんだも違うし一番安全なんだも違うまあ僕どその中間のロッカーですよ、えー、なんだけど <laughs> あのボリス・ジョンソンはコロナに感染したじゃないですか でそ、あれね、死にかけてるんですよね、一回ね。で、その時に本当に献身的な看護師とかに囲まれて、命を取り留めたんですよ。で、その看護師たちがまさにそういう新自由主義的な政策、そしてまたそのブレグジット的なね、考え方でいうところの、その切り捨てられる側の低所得の、 ね、ケアワーカーの方々、そしてその方々の多くは結構移民の方々だったりするわけですよ。で、そういう方々の献身的な看護によって、ボリス・ジョンソンは命を取り,も取り留めてで、その後に言っ、ね、ボリス・ジョンソンが言った言葉がすごくて、There is such things as society って言ったんですよ。社会というものはあるって言ったんですよ。 これだから明確なサッチャーへのオマージュというかアンサーですごい僕ちょっと感動すら覚えたんですよねでその後にボリス・ジョンソンって本当に明確に態度を変えたんですよねコロナに対するねだからああいうのってさその君子表現数じゃないですけどあの人間って変わるんだなっていうなんかすごい僕はちょっとこのコロナの中のあれ 数少ないい希望を抱いたニュースの一つだったんだよね。あのボリス・ジョンソンの社会というものはあるっていう発言ねでそれに対して翻ってその日本ですよでえっと菅首相がですね自助共助公助って言ったじゃないですかでこれ順番が重要で自助が一番基本になるものなのと。 でそれでも無理なら共助つまりその互いに助け合うつまり家族が家族を助けたりとかねあの一番大事なのは自助ってことですよ自分で自分を助ける自己責任ってことですまず基本にあるのが自己責任で次にあるのが共助共助つまりそのね家族で飢え死にしそうな人がいるなら家族がまず不要せよってことですでそれでもダメな時はまあ3番目のオプションとして控助っていうのもあるよ 最悪の場合、えー、生活保護っていうのも、まあ出しても、うん、場合によっては、みたいな感じ。で、それってすごく、その、there is not,、ね、no such things as society ですね。えっ、ー、と、社会などというものはないっていう、サッチャーの考え方に限りなく近くて、で、それもそのはずで、 この言葉のも出た、出元って分かってて、これ政府の参謀のデイビッド・アトキンソンという、まあイギリス人で日本で30年以上ビジネスをしている、まあその方なんですね。僕、デイビッド・アトキンソンの本2冊ぐらい読んだことあります。で、この人って明確な新自由主義者なんですね。そして、デイビッド・アクトキンソンが信奉している、ね、尊敬しているのが何を隠そう、マーガレット・サッチャーなんです。 だから、菅政権とサッチャーってどっかでつながってんですよ。だから、ああいう自助、う共助、公助っていう順番になるって考えると、すごく、ね、話が一つにつながるんですよね。えっ、ー、と、114から115ページ読んでいきましょう。<laughs> サッチャー首相が誕生して2年後の1981年、英国では戦後最高の失業率を記録した。はい。まあ、サッチャーがね、そういう。 まあ弱者切り捨てという言葉もあんまりなんかちょっと思考停止ワードだからつ使いたくないけど要はその小さな政府っていうのを目指してそのね福祉とかがその、ね、財政を圧迫してるから成長が妨げられてるんだということでそういう生活保護とかを切っていったわけですねでその結果失業率もすごく実はマックスになってるんですよその時にで,、えー、で富裕層はむしろ減税されたわけですねあの法人税とかを減税したからえー、で それによってイギリスの経済って実は指標的には韓国の IMF の介入と結構似ててその指標的にはというか GDP という数値はその後実際上がるんですよでそれはその <laughs> シティっていう金融業とかがすごく持ち直したっていうのもあるしえー、ねだけど一方でイギリスの地方ですね そのロンドンじゃなくて、その地方都市で本当にボロボロになったんですよ。で、そういうどれぐらいボロボロになったかっていうのは、やっぱり、<laughs> あのダニー・ボイルのね、トレインスポッティングとか、あとはまあその、堅ろ地の映画とか、ぜひ見てほしいんですけど、本当にボロボロになっちゃったんですよ。その引き換えに、まあその GDP というものを得たっていうのがサッチャーで。で、えー、続きを読んでいくと、そのと、この年、リバプールの。 トックステスで,で468人の警察官が負傷し約500人の若者が逮捕される大規模な暴動が起きたちょっとこのね政府には我慢ならないという失業した、ね、若者たちがいっぱいいたわけです <laughs> でその翌週シャッサッチャーは現地を訪れ現地の人々と話をしたある黒人の若者が当時の映像の中でこう語っていたのが印象的だったでここからが結構面白い話で でこう今までのね、えー、話をその総合するなんかサッチャーっていかにも冷たい人だなと思うじゃないですか違うんですよあったかい人なんですよこれが実はその、うん、エンパシーの肝に当たる部分なんだけどいきますよ <laughs> その要は暴動を起こした若者たちが起き、ね、いてでその事件の後に視察に行ったんですねそのサッチャーが。 で、そのサッチャーと話したという黒人の青年が何と言ったか、こう言ったんですよ。彼女は本当によく話を聞いてくれた。僕はそのことには賛辞を送らなければならない。彼女はちゃんと話を聞いた。ただ なんというか彼女は聞いたことにはあまりにも彼女自身の経験の外側にはだかつまり彼女が聞いたことはあまりにも彼女自身の経験の外側にあるから彼女は自分が聞いたことを受け止めることができないだろうと思うというふうにこの黒人は語ったそうですでだからその揺るぎない鋼鉄の意思があったっていうふうにサッチャーはよく言われるんですよね鉄の女とかって言われるじゃないですかで そうじゃないんだとそうじゃなくてサッチャーが何であんなことができたかというとエンパシー能力が欠けていたからサッチャーは経済ダービニーズも信じ続けることができたのではないかつまり新自由主義的な政策を信じ続けることができたのではないかっていうのがブレイディ・ミカコさんの分析なんですよ。で、えっと、サッチャーと同じ保守党のジョンソンボリス・ジョンソンね首相はコロナ禍中社会というものは存在する。 発言した。これ僕がさっき説明したことですね。で、これは社会などというものは存在しないといったサッチャリズムの否定として広く受け取られている。そんな今、よりにもよって40年前の、つまり40年前っていうのは80年代、サッチャの時代ですね。40年前の亡霊を召喚させようとしている国など、まさかあるわけがない。 これ、つまり、日本への皮肉で、つまり、竹中平蔵そして、デイビッド・アトキンさんらの、えー、デイビッドア・アトキンさんら、えー、新自由主義者の、ね、提言によって、菅政権が、自助、共助、公助、といったことへの強烈な皮肉なんですよね。ブレイディ・ミカコさんからの。 っていう話なんですよね。だから、すごくいい。で、他にもね、<laughs> 確か、そのサッチャーの、そのエピソードが紹介されてて、それが、その、お月の、なんていうのかな、そういう、うん、サッチャーの身の回りの世話をする、ね、家政婦さんとか、そういう人たちの評判とかって、すごくいいんですよ、サッチャーさんって。で、そういう家政婦が病気になったら、大丈夫って電話をかけたりする、そんな人はいなかったとかって言われるんですって。 で、だから、これって、すごい、なんか、エンパシーを語る上ですごく大事で、なんか、エンパシーとシンパシーって話したじゃないですか。一番最初に。で、日本人って、その、共感っていう時に、シンパシーの話をすごく、多分、シンパシー寄りの解釈をしがちだって話をしたんですね。で、それが、その、同調圧力的な、そして、オキシトシン的なものであって、つまり、なんかこう、かわいそうだから共感するとか、 自分と同じ意見だから共鳴するとか。 っていうのがシンパシーなんですね。エンパシーは、かわいそうでもないし、自分とも同じ意見じゃないけど、その人の靴をあえて履くことによって、その人が感じていることを感じるってことです。だからその能力なんですね。エンパシーっていうのは。だけど、シンパシーっていうのは感情なんですよ。で、サッチャーって、シンパシーはあったんですよ。だから半、自分の半径5メートル以内の人には、とても温かい人だったかもしれない。だけど、自分の想像の範囲を超えた人々、つまり、サッチャーにとって一番想像の範囲を超えた人って、サッチャーって実は、 その貴族階級とかの出身じゃなくて成りり上がりの人なんですねで、えっと、だからこれ竹中平蔵とかデイビッド・アクトキンさんとかにも通じるんだけどあのー、成り上がりの人ってまあ橋本徹とかもそうだけど成り上がりの人って実はその自分と同じ境遇の同じ長屋に住んでいた同じ貧困層の多くの成功しなかった人たちと自分を同一視すごくできないっていう傾向があるんですね。 あいつは、自分はあそこから抜け出して、今王宮に住んでいる。今邸宅を持っている。今ベンツに乗っている。あいつらは怠けてたからそうなってんだっていう風に思いがちなんですよ。慣れ上がりの人って。これ多分なんか、バイアスに名前がついてるんですけど、これなんか生存者バイアスとかでいいのかなサバイバーズバイアスの方なんですよね。つまり、あのー、これってだからさ、その、 あれもそうじゃないですか。その、自分は体罰を受けてきたけど、まっすぐそうだった。だから体罰はいいんだって。これサバイバーズ、えー、生存者バイアスで。でも、体罰によって、ものすごくもう一生が引きこもっちゃった人たちが彼らには見えてないわけですね。で、あの、この、成り上がりのサッチャーが、成り上がれなかった、今失業している人たちと全く自分を自己同一視できない。つまり彼らの靴を履けないっていうのは、 ね、彼、彼女にその生存者バイアスっていうのがあって、私は、だから、彼らが失業してるのは彼らが努力してないからじゃないのって思っちゃうっていうバイアスから、サッチャーは自由になれなかったんです。 でその自由になれなかったという想像力の欠如と実はそのオキシトシン由来の半径5メートル以内の人には優しくできるという能力って実はなんか相反するんじゃなくてむしろセットというかそれってなんかその金子文子さんのことを考えるとわかるんだけどその金子文子さんって2つ前の放送で言ったけどねあの人ってアナーキストで本当にもう実行中心というとあれだけどその半径5メートルの強化なんて知るかとね 周りから止められてもそんなの知るか私はこれを信じるんだと言えた人だからこそ自分を拷問する人にすら共感できたっていうセットなんですよねなんかこれってすごく面白い現象だなと僕は思いましたねはいえー、次行きましょうか <laughs> 次にあのー、このコグニティブエンパシーですね他者への想像力を意味するコグニティブエンパシーという 能力を、じゃあどうやって使うのかっていうときに、あの、感情の社会化っていうのが大事だっていうんですよ。で、その感情の社会化って、僕、あの、ちゃんと泣ける子に育てようっていう本を、えっ、ー、と、以前紹介しましたけど、その中で語られてたことと全く同じなんですよね。えー、142から143。しかし、他者への想像力を意味するコグニティブエンパシーの方はといえば、えー、どんな子供でも、 すでに持っているということはなく大人が教えるものだった私の保育の師匠だった上司がよく言っていたのは感情の名前を教えなさい子供たちが今感じているエモーションが何であるかを説明してあげなさいということだっただからこのねあのしかしっていうのはどういう話かというとそのさっき言ったそのオキシトシン由来の共感っていうのは教える必要がないんですよなぜなら人間の本能的につまり我々俺たち V.S. やつらバイアスみたいなのって、オキシトシン由来の、それって人間に標準装備だから学習する必要がないんですね。でもコグニティブエンパシー、つまり自分と違う立場の人の気持ちを想像するっていうのは学習でしか身につかないんですよ。で、そのためのに必要なのは何かというと、このブレイディムカコさんは保育士ですから、その保育の師匠の上司の方がよく言ってたのが、感情の名前を教えてあげなさい。感情に名前を付けてあげなさいってことなんですよ。だからなんかその、 まあ、あの、実例を出しますね、今からね。例えば、ミニカーで遊んでいる2歳児が、自分の思い通り車を走らせることができず、感触を起こして、それを部屋の向こう側に放り投げる。その時、保育士は子供に、あなたは今悔しいのね、と口に出して言ってあげろ、というのだ。そして、さらには、ミニカーが思った通りに動か,動かないから悔しいんでしょう。おもちゃが動かないのは嫌だから、と、 なぜ子供がそのムカつきを感じるに至ったかを説明すると。これは本人が自分の感情について知り、言語化することができるようにするためだが、それだけではない。こうやって感情を定義し、名付けていくことで、他者の感情についても自分の中で言葉に変換し、理解できるようになるのだ。悲しい。腹が立つ。 寂しいなどの言葉とその感情を抱く理由がリンクできるようになれば同じように思う通りに動かないおもちゃを投げている子,子供を見てあの子は悔しいんだね。 と分かるるようになるこのようにコグニティブエンパシーとは瞬時に他者の感情が伝染するような類のものではなく他者がその感情を抱くようになった理由を深く論理的に探求するための学習と訓練の果実な,どな,なのだと思うと。かこの箇所非常に重要で感情に名前を付けてあげること、えー、これによって我々はその自分とは到底共感はできないつまり シンパシーは感じられないけど、エンパシーを起動することができるっていうところに、いかにエンパシーを起動するかっていうのが、まあ、この本のテーマなんだけど、それをする上で、感情に名前をつけられるかどうかっていうのが非常に重要だと。なぜなら、それは、その、まさに心が勝手にホルモン、ね、オキシトシンホルモンで動くっていうレベルではなくて、一回自分の靴を脱いで、他者の靴を履いて、そして他者が、まあ、だから、あのー、 なんだっけケネディ大統領がね、あのー、なんだっけえっ、ー、と、当時の、えっ、ー、と、ソ連のフルシチョフね、フルシチョフの靴を履いて何時間も歩いたっていうのが電気に書いてるんだけど、それってシンパシーでは絶対ありえないわけですよね。シンパシーなんて感じるはずがないんです。当時のソ連にね。まあ今の、そのプーチンに我々がシンパシーを感じないのと全く同じで、シンパシーなんて感じようがないんだけど、だけど、あえて自分の靴を脱いで、 今、ね、プーチンは、に何が見えているんだろう。まあ、日本だったら、例えば、今、キム・ジョン・には何が見えているんだろう。私はキム・ジョン・ウンだ。私はキム・ジえー、ジョン、えー、ジョン・イルか。ジョン・イルの子供、キム・イルソンの孫として生まれた、総書記だと。私はこういう家庭教師に育てられ、私はこうやって生きてきた。 お父さんはトラさんんはが好きだったみたいなねえねえそれを感じてで考えていく上で私にはこういう景色が見えているそして、えー、彼だったらこうするっていうことを考えるっていうのがエンパシー。 を働かせる。コグニティブエンパシーを働かせるってことで。で、そのためには、実は感情に名前がついているということ、そしてその感情をなぜ感じるかという、その内在的論理ということを把握するための言葉の力っていうのが非常に重要になってくるんですね。 はい、だからこれってね実はね子供だとこういう教育なんだけどそうじゃないそういう教育受けてきてないよって人も多分日本の中には多分多いと思いますですだけどそれって大人になってからもいくらでも訓練できます、えー、その一番いい方法の一つは僕流に言えば実はねいい小説を読むことなんですね、はい、これ佐藤勝さんも同じこと言ってるんだけどいい小説を読むと自分とは到底その境界 感えね、あの自然にしてたら共感ができないような人の靴を履くっていうのがまさに小説読むことなんですよ例えばとかなえさんの小説なんかを読むと、ね、その <laughs> 自分が妊娠して母になってその娘に嫉妬をするみたいな感情って男の自分僕にはなかなかできないんだけど湊かなえさんの小説を一冊読むとそれってこういうことなんだっていうのが本当に。 理屈じゃなくて分かるというか、その人のなんかバーチャルリアリティみたいな感じで体験することが疑似体験できるんですね。で、そういう経験をたくさんした,した人っていうのは現実の世界でもコグニティブエンパシーを働かせやすくなるっていうのがあって、だからいい小説読むことっていうのは本当に僕はおすすめですね。で、えっと、なんだっけ で、あの、だからこれってさ、なんか僕あの、モンスターっていうね、浦沢直樹の漫画で、なんかさ、そういうキャラ出てくるよね。なんかその、ずっとこう、こう、ももでさ、自分のさ、椅子に座ってたら、自分の、その、足の上で、パチ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 キーボード打ってんすよね。で、なんか、私はなんとかだ。私はヨハンだ。みたいな。自分じゃない人物になりきって、私はこうで、私はこうで。だから、 今。だから今、あいつがあのカフェにいるっていう理由がわかるみたいなさ <laughs>。それってコグニティブエンパシーなんですよね <laughs>。まああの、モンスターではその人ってちょっとサイコパスとして描かれてるんだけど、なんかすごく、あの、それをちょっと思い出しましたね。え次行きましょうか。え争今日、そうっすね。どうかな。うん。 あの、今日は次で終わりましょうかね。えー、最後の、今日最後の引用です。えっ、ー、とね、このね、迷惑のコンセプトとギルトのけんコンセプトっていうのがちょっと面白くって、えー、180から181ページでございます。えー、迷惑をかけたくないという日本独特のコンセプトは一見他者をおもんぱかっているようであり、 一見他者をおもんぱかっているようでそうでもないのだろう。えー、迷惑をかけたくないという日本独自のコンセプトは一見他者をおもんぱかっているようでそうでもないのだろう。ね。えー、人を煩わせたくないという感覚は、ここに書かれている通り、人にも煩わされたくないという心理の裏返しだからだ。これすごい僕は鋭い指摘だなと思いますね。 あれなんかその日本人が子供に教える、なんか一番最初に来るね、十課条の、なんか第一条に来るのって多分人に迷惑をかけてはいけませんじゃないですか今でも。多分ね。で、やっぱそれが規範化されてるから同調圧力とかになるんだけど、その人に迷惑をかけて、かけてはいけませんって、なんかすごく他者のことを、その利他主義に見えて非常に利己主義なんじゃないの実は。なぜならその裏返しは人からも迷惑をかけられたくないからっていう、 ことの、その真理の裏返しとして人に迷惑をかけちゃいけないってことになるじゃないのっていうことをブレイディ・美香子さんは鋭く指摘してるんですよね。で、これで思い出すのが僕なんか、その出どころ不明なんだけど、なんか僕誰かのあの、フェイスブックの投稿かなんかであの、10年前ぐらいに見たやつで、で、それがちょっと面白くって、なんか、えっと、日本では人に迷惑をかけてはいけませんというと。でもインドではあの、 そうは教育しない。えー、それは、あなたは生きてるだけで人に迷惑をかけるのだから、他の人があなたに迷惑をかけたとしても、寛容に接してあげなさい。優しくしてあげなさい。っていう教育をするんですって。僕はなんかこっちの方が本当の利他主義なんじゃないかなと思うんですよね。で、話戻しますね。互いを煩わすことを悪いこととする社会は、 表層的には他者のことをおもんぱかっているように見えても実は誰とも関わらず一人で生きていく人の集団だそうですよね互いを煩わすことが悪いことであるならばそれって共同体というものを拒絶して一人で生きていくというバラバラの集団ですよねつまりそれこそセルフセンタード、ね、英語で言うとセルフセンターでですね自己中心 自己を中心とした世界で生きていきたい人々の社会ということになり、そう考えると、迷惑をかけたくないもうあまり利他的には聞こえなくなってくる。そうですよね。で、網の目のように広がる人と人とのつながりを想像し、人は一人で生きているわけではないということを知ることから生まれる罪悪感がギルト。ギルト。ね、罪悪感ね。であるのと対照的に迷惑は 人間を他者から遮断させ自己完結しなければならないと思わせる。だからそのギルトっていう感情はその罪悪感じゃないですか。つまり自分がいることで他の人が迷惑してるんだろうなという感情がギルトであるとすると迷惑っていう感情は、えー、むしろギルトっていう感情は人と人つの ががりがあるってことのに想像致すすなんですよだけど迷惑っていう感じは逆に自分を他者から遮断させ自己完結の方向に導くんじゃないか。自助、共助、公助でいうと自助の方向に導くのが迷惑という概念なんじゃないかというふうにブレイディン・ミカコさんは分析していきます。で前者は 前者つまりギルトですねギルトは、えー、他者との目に見えぬつながりの認識に基づいているが後者は他者と関わることを悪としてしないように気をつけている点で真逆と言ってもいいそう考えればシンパシーかっこ他者への共鳴や同志感同情が党派的であるゆえにエンパシーを不能にするのと同様め迷惑をかけないという概念も遮断的であるゆえにエンパシーの機能をブロックするものだ 他他者者のの靴靴をを履履けるる人人ははにも自分かかせる人でなななくてはならないからいだこれ深いですよねだからその日本がすごくえ、えっと、シンパシーベースの社会であるってこととエンパシー不在であるってことが実は結びついてんじゃねえのっていうのがさっきのまあサッチャーの分析とかでも出てくるんだけどシンパシーベースって党派的なんですよね。 シンパシーって半径5メートルの話なんですよ。逆に言えば半径5メートル以外の人はどうなってもいいっていう考え方なんですよね。でもエンパシーって半径5メートルどころか地球の裏側の人の自分とは全く文脈の違う人のことすら想像するのがエンパシーだから。だからシンパシーによってシンパシーというぬるまに湯に浸かることって実はあの半径5メートル以外のにいる人からしたら実は無慈悲な行為なんですよね。 で、えー、迷惑をかけないっていう概念もすごく遮断的であるから、ね、迷惑をかけないっていうのが社会を円滑にね進ませるっていうよりもむしろ迷惑をかけないっていう概念があるから人々が自分が他者とつながっているという当たり前の前提を忘れちゃってまさにその個人が後向かした社会などというものはないという世界を日本は迷惑という特有の概念によってまさにサッチャリズムをね 迷惑、迷惑サッチャリズムを実現させちゃってんじゃねえのって話なんですよね。本当僕は檻に触れて、このインドの、その、ね、迷惑に関してね、あなたは生きてるだけで迷惑をかけながら生きてる。本当そうじゃないですか。僕ら生きてるだけで動物を殺しながら生きてるんですよ。ね。ベジタリアンでない限りね。で、生きてるだけで酸素を消費して二酸化炭素を吐き出してるんですよ。エネルギー使ってんすよ。 生きてるだけでこの場所を占有してるんです。で何か言えば人を傷つけることもあるでしょう。歩けば人にぶつかることだってあるでしょう。ね。加齢臭で人に不快の思いをさせることだってあるでしょう。生きてるだけで我々迷惑かけるんです。だとしたら他の人が私に多少の迷惑をかけたとてそれには優しく受け止めてあげなさい。僕はこっちの方が社会を社会たらしめるんじゃないかなと思いますね。 で、エンパシーベースの社会なのか、シンパシーベースの社会なのか。これ結構本質的な問いなのかなというふうに思いますね。だからなんかその、リバタリアリニズム、コミュニタリアリズム論争じゃないけど、なんかちょっとね、面白いなというふうに思いますね。はい。ということで、まあ今日は、えここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、次回も続いていきますのでよろしくお願いいたします。さようなら。